岸田内閣に対する不信任決議案の採決を前に、自民党の中堅議員が党の会合で岸田総理大臣への不満を訴える一幕がありました。これから我々は内閣不信任案の否決という大事な場面に向かうとするときに、私の率直な思いを申し上げます。本来岸田総裁が子供に来て挨拶すべきではないかということでございます。岸田内閣の不信任決議案が議論される衆議院本会議を前に、自民党の代議士会では不信任案に反対する方針が確認されました。そうした中で津島議員は党の幹部らを前に突然手を挙げ、岸田総理が自ら出席し所属議員に話をするべきだと訴えました。その他の出席者からも賛同する声が複数上がりました。23日の会期末を前に、自民党内では岸田総理への退陣論や執行部への不満が強まっています。